皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお任せください。お気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。ペット不可の賃貸物件だが、小型犬のチワワなら飼っても良い。答えは×です。内緒で飼い始めるのは絶対にやめましょう。ペット不可の賃貸物件に住んでいる人は引っ越しを視野に入れなければなりません。しかし最近はペットを飼う人が増えているため、もともとペット不可の物件でも大家さんがそのまま住まわせてくれたり、物件自体をペット可に変更したりするケースがあります。一度大家さんや管理会社に相談してみましょう。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。